第1問目はこちら、はい、どん、あ、ホロライブスーパーケースも2024の展示エリア内のほぼ中心に立っているシンボルは何でしょうです。だろう、それではね、お書きください。はい、おーい、はい、まあ、そらちゃんのあのアンキモ、そうだね、アンキモがドンって ね、乗ってましたけども、果たして2024年は何が乗っているか。ケーキ、またケーキ、またね、ホロカさんが今いないからね。はい、ミモさん、そんなファンサしてちゃんとかけてるんですか。ちなみにもうかけてるんです。早くでしょ。早い、もうね、プップップッパルッパーっと書いちゃってるわけですね。じゃあ、一人ずつ発表していきますかね。はい、じゃあ、我こそはという、じゃあ、ミコ、ミコさん行きますか。じゃあ、ミコ、はい、じゃあ、ミコさん行きましょう。ミコさんの予想はこちら、ドン、マイクロビキニヤゴのバルーン。うわ、これ、これ、上なんて書いてあるの。上なんて書いてあるの。ウェルコム、ウェルカム、ヤゴ、ウェルコム、アイリさん、ウェルコム、あ、なんか合ってますか。合ってませんね。ウェルコムだよな、あれ。皆さん、あのポルカモなんですけど、出してもらってもいいですか。合ってます。じゃあ、かぶる、かぶっちゃってる。ポルちゃんの予想はこちら、かぶると思わなかった。そのまなんでだよ。これはね、あのミコが見たいってわけではなく、やはりあの運営さんもね、ヤゴをこするのが好きだから、あの今年ヤゴの水着ってなんかハッシュタグトレンドに、そうだね、トレンドにしましたね。これみたいなことをするんじゃないかなって思うわけ。大胆だね。やっぱね、海外に行きも好きだから、ヤゴをね、日本に行きもさ。